い、今日は私が住んでるバックパッカーズホステルを紹介したいと思います。ここオリジナルバックパッカーズです。こちらが入り口になります。はい、中はこんな感じになります。そしてここが TV ルームになります。みんながここでパーティーをしています。ナディです。ナディ笑えちゃう YouTube ここで寝たり。I'm scared. Okay. No, I'm doing video. You can't. After. 映画をあそこで見たり、みんながここで飲んだりします。ビアポングのテーブルです。Hello. How are we? Good. How are you?バックパッカーに住んでる3人の友達がバースデーで TV ルームっていういつもみんながパーティーしてるルームでパーティーです。グッドモーニング。グッドモーニング。グッド。で、ご飯も用意してくれてます。Hey, Aina. Hey, hey. How are you, Apple? I'm good and you? Very good. みんなここでもう毎日ビアポングで遊んで飲んでます。ここが TV ルーム、まあパーティールームですね。パーティールーム変身パーティールーム、yeah. right? Yeah. はい。Close? Knock. ここは4人部屋になります。さあ、ライブがいたら開けてくれる。あ、A ちゃん ちょっと YouTube Let's go insideバキュームルームここが男子4人部屋汚い超汚いブルガー、ノーワンヘアはい、はい、はい、こちらから2階に行きます。4人部屋とかに住んでる人たちはみんなここのバスルームを使ったりとか、ここのレディースボーイで分かれてます。はい、ここで今からキッチンに行きます。キッチンは共同で使っているので冷蔵庫がたくさんあります。はい、こちらがキッチンです。はい、ここにみんなの冷蔵庫がたくさんあります。フルーツが食べれます使い放題です。そしてここでみんなご飯を食べてます。ご飯を食べたり飲んだり、最近はみんな麻雀もやってます。こっちでギターを弾いてる人もギターを弾いてる人もこれからラクレットパーティーをします。イエーイ、フランス流。これからこれラクレットのチーズは How many? 6kg 6kg クエペス、ウルサこんなに大きいんだよ。そしてまだ半分なんだよ、これ。レッドシーズンを切っていきます。
On ira un jour où j'ai. All good. So hard. Don't cut your nail. Your finger. So hard. Be careful. Come, Orma. It's big, but it's good. Oh la la, look at that. Oh la la. No. Yeah. 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 フランス人13人とラクレットパーティーします。6キロのチーズをちっちゃく切って15人用に準備しました。これです。ここにチーズを入れてこうやってやるらしい。フレンチタイム。みんなで協力して作ってます。私たちはチーズをカットして、レオとシェフがポテトをカットします。このフォアグラをシェフファビアンが切ってくれました。イエーイ。なんと贅沢な。ヤン、I love it. You and for the thank you. Where's my coke? You didn't bring coke. You didn't bring. You use coke. Thank you. Thank you, Fabian Chef. So yummy.一人ずつチーズを配ったところで、Are you happy, Mano? Yeah. I'm coming. キア、ラビ、キャラマス。盛り上がってます。フランス人パーティー。アペティ、モナペティ、モナペティ。私とヘリスだけにフランス人じゃないです。ヘリス、この中に、あー、ヘリスチーズを入れて、ここに溶けるとこんな感じになって食べれるんだって。超美味しそう。でハムをここで焼くと、そうセクシー。でこれをあらら。
めちゃくちゃ煙い。こんな感じでラクレットチーズパーティーを楽しんでまーす。はい、では私たちの部屋はこんな感じになります。はい、二段ベッドになってて、でお風呂場、まあ、シャワーも個別で私たちの部屋はついてる感じです。シャワーとあとトイレも、あとロッカーも自分たちの部屋にあって、まあ、扇風機、ヒーター、冷蔵庫、まあ、引き出しと、なんかバックパッカーズの中にも結構いろいろ部屋の種類が選べて、私たちが住んでるのはシャワーもトイレも全部ついてて、でご飯もなんと週に4回夜作ってくれて、今日はバーベキューの日です。毎週土曜日はバーベキューを無料でやってくれます。いつもデイビッドは作ってくれます。Hi David, how's it going? Yeah, not too bad, mate. Just doing the Christmas dinner. Pigs in blankets, baby. It's nice. Oh! Oh! You guys are best. You guys are best. No, maple. Maple? Oh, okay. Well, now we take the new one. Yeah, right, I love you. Ah. Too much. What happened? No! No! Ah! Oh, wow. Oh, my God. That's the best maple. Fuck that. 朝ごはんはいつもミルクとかコーンフレークとか食パンとかジャムとかは全部無料で使えるので、朝朝食はお金かからないし、夜も週4で出るから結構150ドルで、まあ、2人で住めて、すごいお得かなって思って4ヶ月間このホステルに住んでました。はい、ここが私たちが使ってた部屋です。はーい、以上バックパッカーズライフでした。